なんだ。速報です。ダイヤ島で謎の光が放射されました。光線の場所はダイヤ島の真ん中にある海底とのこと。あなた、前々から言おうと思ってましたが、何か隠してますわよね。思い込みが過ぎますよ、リンさんさん。それよりも、今すぐにダイヤ島に行って、謎の光について調査しないと。この世界には、バーチャル ASMR と呼ばれる戦士たちがいる。その戦士たちは、単純な武力で戦うことはできない。何かと戦うには、それ相応の能力が必要になる。それが、バーチャル ASMR が持つ音の力。これは、宿命を背負いし戦士たちの物語。音で結ばれた宿命。フェイト・オブ・サウンド、フェイト・オブ ASMR。バーチャル ASMR 風化は、ご覧のスポンサーの提供で、お送りします。ダイヤ島から放射している光、あれはきっと、2000年前倒した悪魔か、その生まれ変わりが誕生したと考えられるんだよ。それってつまり、悪魔がこの星を、そしてこの宇宙をも闇で支配する。風花さんたちは、ダイヤ島に行くつもりなんですか？フェルマータの力を手に入れてるとは言っても、勝てるか心配です。何？勝利の鍵はフェルマータじゃないさ。鍵はお前だ、ひなみ。風化フェルマータの力だって何の変哲もない一般人のひなみから授かるっておかしくない？これまでのことを考えて、きっとひなみに勝利の法則が委ねられてるんだよ。来るか？風化さん。ここまで来て私が大好きな人を置いて引き返すわけないですよ。行きます、行かせてください。合格。サウンドオープン。嵐が吹き荒れる音。うわタイアトル、ビルメテオールの匂いがプンプリ。タイアトル、ビルメテオールの匂いがプンプリ。なんですって、それは自信あるのかしら？なるほど。金田優作とかいう怪しいジャーナリストのことも気になりますし、一緒に行ってみましょう。楓、それに、力馬も。俺もお供していいですか？あらー、楓ちゃん、いつもどうも。それに、凛ちゃんに、力ちゃんも。あなたは、ひなみのお母様の、増田日和さん。バーチャル ASMR 風化も、いよいよ終盤、ところがどっこい、テレビ版終了後、劇場版バーチャル ASMR 風化が公開される予定です。さらに、ゆずな、風化に続く新作アニメも発表いたします。バーチャルヒーローシリーズはまだまだ終わらない。次回、バーチャル ASMR 風化。サウンド28、サタン、終焉への序曲。バーチャル ASMR 風化は、ご覧のスポンサーの提供で、お送りしました。